タコ式。さあ今日のタコ式、はい、先週末仲間と行きました函館には行かない道南ツーリングの話、うん、まあ、今回の目的だったんですけれども、まあ私が若い頃にオーストラリアを一周したハーレーがありまして、その後そのハーレーを泰造という後輩に譲りまして、まあ、あっちにいる道南にいるね、はい、その泰造もオーストラリア一周しまして、うん、泰造が帰国後ちょっとだけ日本で乗ってたんだけど、もうずっと眠らせてたと。でそれで私が去年引き取って復活させようじゃないかとコツコツ直して、でその完成したハーレーを泰造に見てもらうっていうのが今回の目的、まあ、去年から言ってたことでね、はい、で去年はね黒岩くんとホビセンのスタッフで行ったんですけれども、今回は仲間何人かが、バイクで行くぞってことになって、まあ根室に行く以来の泊まりのみんなで泊まりのツーリングっていうことでね、うん、まあ、古いハーレー4台で新しめのハーレー1台、古い川崎のバイク1台で車1台、7人でレッツゴーしまして、はい、で北斗市目指して10時頃出発したんですけれども、まあ、今回は高速道路を使わないで下道で行こうってことになったの、うんうん、235線まっすぐ南下すると石山通りベーってね、で私が先頭でマックス、アズマックスで合敗ってのと篠原、佐野、宮内で一番後ろに黒岩君が車でね、で順調に走って1時間経たないぐらいかな、バックミラー見ると佐野と宮内と黒岩君がいなかったんだ、うん、これなんだトラブったなと思って、まあ、途中で止まって連絡してみたら佐野のハーレーが突然止まったと。で、まあ、黒岩君と宮内いるからまあいいだろうと思って中山峠で待ってるわって俺ら待ってたんだよね、うん、したらまあ小1時間ぐらいしたら来てさ、でなんか調子良くないんですよって、まあ根室の帰りに泊まってから直したんだけどなんか調子良くない、でもまあなんとかなるべっつって向かったんだ、はい、でその後は順調で夕方4時ぐらいにはもう無事、まあ、泰造の家10分ぐらいのとこまで着いたんだよね、で10分ぐらいになってビューッと走ってたっけ、またいなかったんだ後ろに、うん、今度後ろの3台と車がいなかったんだ、でまあ俺とマックスと合敗だけで泰造音地ついて、はい、して連絡したっけ、もう本当その泰造音地に着く10分ぐらい前で佐野のバイクついに動かなくなったってなってで黒岩の車に乗っけられてやってきたんだけど、はい、まあでもなんかなんとか治るなんて話をしてて、でまあ泰造の家着いて、まあ、1年ぶりの泰造との再会で、まあ、動いているハーレーにちょっとまあ彼も言葉が出てきてなかったですが、なまら喜んでましたね、相変わらずなんか笑っただるまみたいな元気な顔して迎えてくれましたわ愉快ですねで、まあまあ佐野のバイクもとりあえず来て、なんとなく原因も分かったんで、まあ、とりあえずバーベキューやろうぜっつって、まあ、佐野んちの佐野ちゃんね、大蔵地のその庭にあるガレージのところで、まあ、バーベキューやりまして、お酒飲んで、でまた大蔵の地元の仲間もね、去年もあったヒデトっていうのとヒロシっていうのが来て、で今回初対面のユータってやつがいるんだけど、はい、ユータっていうのも来て、ユータかっこうちのボーイってやつなんだけど、なぜかかっこうちのボーイっていうユータねで宴会になりまして、はい、まあなぜその大蔵の仲間たちがまあみんな元気でね、明るくて本当人懐っこくてすんごいなまってんだわみんな、それがまたいいんだわ、なまりがいいんだよね、もう田舎の兄ちゃんって感じすごくよくて、うんうん、で俺と黒岩は会ってるんだけど、他の仲間ってのは初対面だったりするんだけど、まあうちの仲間たちもみんなこうもう面白い面白いって意気投合して盛り上がりまして、うん、で散々盛り上がって、まあ、夜も更けてきた頃に、まあ、佐野がこうバイクを直し出した、はい、あいつお酒飲まない人ですから、そしたらもね率先してその泰造の仲間たちがね佐野を取り囲んで佐野の作業をサポートしてるんだわ、うん、なまりながら、まあ、それが ものすごく微笑ましい光景でよかったね。で翌日札幌に帰る時に泰造の軍団ともう一緒にバイクで走りたいって話になりまして、じゃあ八雲まで一緒に行こうってことになったんで、うん、でね我々の軍団と違って泰造の軍団ちょっとなんとか色が違って、ファッションとかこう単車のセンスとかが、うんうん、なんかこう昔の暴走族風というか、まあ、今でいう旧社会風というかちょっとセンスが、はい、まあこうまだまぐわらない我々とね、ちょっと、ね、ちょっと違うんだ、ちょっとアメリカンじゃないんですよ、でヒロシっていうのが、はい、我々が絶対に履かない当時の暴走族風のブーツを履いてるんだけど、もう飲んでる時もね、もうお前そのブーツはねえわって散々いじってたね、革のブーツでちょっと長いやつなんだけど、はい、それはねえわってもう散々いじってて、まあ、そんな感じなんだけど翌日一緒にね走ってたの、はい。